入口宇都宮競輪場は栃木県宇都宮市東都西一丁目にある競輪場。施設所有及び取材は宇都宮市。競技実施はジャカ・東日本地区本部関東支部。実況は日本写真判定で担当は中村正史。愛称はライジンバンク。以前のホーム側直線と管理施設宇都宮市は自転車競技法に基づいて、 大衆の娯楽と資材制の増収を図るため、競輪場を建設することになった。候補地として、球場市などが上がったが、九百四十九年九月に、山田山公園西北部の現在地に決定した。開場式の日時は決定していたため、半年間昼夜健康で工事が進められ、傾斜地であったため、当時としては、珍しいブルドーザー十八台が投入され、岩盤を、 ダイナマイトで破壊するという大工事となった。西入口は、昔馬ま捨て場と呼ばれており、病死した家畜を埋めたところで、傍らには、馬頭観音が祀ってあった。1950年3月21日に開場し、27日に第1回競輪が開催された。記念競輪は、宇都宮ワンダーランドカップ争奪戦が、毎年5月に開催されるのが恒例となっている。 1965年頃から、それまでの自転車やバイクに代わって、自動車が普及し、駐車場が盛況しだし、競輪開催日は、競輪場通りが渋滞し交通麻痺を起こしたため、当時の増山市長が移転を選挙公約にしたが、受け入れ先が決まらず、移転を取りやめることになった。特別競輪は、1987年、1990年、1993年に、 オールスター競輪が1900、今後は2022年3月18日から21日まで、東馬では初めて、ウィナーズカップが開催される予定である。2002年に共同通信社ハイ競輪が開催された時、地元のシンガーソングライターが作曲した、風のワンダーランドというテーマソングが制作されており、この曲は現在も使用されている。マスコットキャラクターは、 宮亀。これにちなんで2011年から記念競輪の2日目優秀競争として宮亀賞が行われる。2020年、宇都宮メディアアーツ専門学校の学生がデザインした新しいキャラクターが発表され、ライリンと命名された。宮亀も引き続きキャラクターとして利用される。2007年より、八幡山公園の施設としての活用を見据えて、 当時のバック側メインスタンドの全面改築が始まり、数年間は開催と並行して工事が施行され、2009年にスタンドが完成した際には、走路直線のホームとバックが入れ替わり、新たに設置された大画面映像装置を含む場内の全モニターがハイビジョン対応となった。特別競輪16章の横綱、神山雄一郎のホームバンクとしても知られる。 1993年のオールスター競輪での初タイトルも当地であった。また過去には第51回オールスター競輪での競争事故で救世した内田啓の意志を組んだ内田啓メモリアルカップが開催されていた。トータリゼータシステムは富士通フロンテックを採用しており2012年4月9日の開催より手芸活式投票の K ドリームスが発売された。 2018年3月3日からミッドナイト競輪が開始された。バンク一周は500メートル。直線部がやや長くカーブのきつい扁平なバンク。先行選手に不利なだけでなく、追走する番手の選手すら後方から抜かれる、かわしのかわしを食らうほど、後方からの追い込みが決まりやすい。ただし前日のメインスタンド改築工事に伴い、ホーム側と、 バック側が入れ替わった際にゴール前の見なし直線が若干短くなり、また大型映像装置が2コーナー側に設置されたことからいくらか先行選手が仕掛けやすくなった。なおメインスタンドの一部が吹き抜けになっており、また1センター側に大きな建物がないことから1コーナーから2コーナーとホームスタンド側にかけて風が通り抜ける影響がある。一節4日完成開催となった。 2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴、都西元町根弱、福田勝美著200.11発行。ありがとうございます。